に見とんねえ。しばらく寝てろ。よし、開いた。こいつは。全力で来い。ゲームオン。よし。あれ？あれ？ワンマーク。よし。やるじゃん。くせ。あれ。くせ。どうした。決めるぜ。Seven marks. あれ。Two marks.
よし。やるじゃん。俺の勝ちだ。ゲームショット。そうやな。おい。おう。
上流。ああ、よろしゅう頼むわ。
そうやな。おう。ちょっとええか。頼むで。よう来たな。大きに。しばらく寝てろ。なんや、嫌でまずか。
上流やな。
どれにするん？赤目、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ、行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ？上流、高いとこ平気？あの船、かなりでかいな。ただ、なんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二束三文で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前。遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねえってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあ、もっとムチを入れて。いいの？じゃあ、行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。分かってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。で、さらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋、妖艶、金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから
戦士の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは鬼人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか。渡瀬組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の国が持ち回りでやってるんや。で、なんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前、なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流、赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど、上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証言してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしゅうなってくる。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガーテンが言ったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。よう分からんけど、うちに怒ってないやったらオッケー。で、どこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐ分かるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ見物しに行かせて、後で合流するな。ええやろ？わかった、好きにしろ。そうないすね。た声出さんでもええやん。ほなまたな上流、一人で受付済ますんやで。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。うん。ああ。
いらっしゃいませ。かなめです。はじめまして。よろしくお願いします。そんなに緊張しなくていいぞ。あ、失礼がないようにって思うとぎこちなくなってしまって。でもお気遣いありがとうございます。お、次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。私、よくマイペースって言われるんですけれど、そんなにマイペースに見えますか？そう思う。ああ、やっぱりそうなんですね。自分でもそう思います。好きな食べ物ですか？そうですね、お刺身とか。あ、あとちくわが大好きです。どんなちくわだ？あ、普通のちくわが好きです。だからはんぺんとかも好きだし、おでんとか大好きです。上流さんとお話ししてるとずっと楽しくて、お仕事してる気分じゃなくなっちゃうな。本気で言ってるのか？本当ですよ。なんだか安心するっていうか。今日とっても楽しかった。また来てくださいね。よう無事に着けましたな、九龍さん。いや、上流でしたっけ。お前は獅子道、そう呼ばれていたな。今日は顔隠さなくていいのか。ええ、ここでは近江連合の力が法です。心配ご無用ですわ。するのはどうした？花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。難しいもんですな。生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へお越しよ。あそこを生きて出られたら花輪の居場所をお教えします。がっかりさせんでくださいよ。鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにも
たっぷり礼をしてやる。あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。俺にはどうでもいい話だ。いつまでもお前らのお遊びに付き合うつもりはねえ。そうですか。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ。冗談やって。それより闘技場の受付済ませた？まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんと何もできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで？おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう？上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイ OK やな。せやけどリングに上がるときはグラサン外した方がええで。ああそうか。そいつはまずいな。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと？ああ、覆面がいる。どっかで手に入れねえと。あの上流様、よろしいでしょうか？ん？先ほど渡瀬組の獅子堂様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。そのように受け止まっております。あの野郎、完全におちょくられてんな上流。他にいくらでもあんだろうに、なんでこれなんだ。まあ上流がこれかぶって戦うのもシュールでおもろいけど。そうか。他に準備がお済みでしたらいつでもお声掛けください。上流様。はあ、ええ、はい。
上流様。はい。上流様。ああ、はい。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。さあまだまだ血が足りません。そこで本日のイベントは渡瀬組プレゼンツ歴史的な極道の構想三連戦で再現いたします。三連戦、何が始まる。知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざ毒にされやしねえ。獅子道よ、あの5人渡瀬組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた。ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪。近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケート、ブルードラゴン。この夜町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのは若き日の渡瀬組長だ。こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創世、ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長、甘っかな花を咲かせます。マジか、なんと無理だろう。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。
なんと渡瀬組長倒れる。歴史が変わってしまいました。よーし、指導、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけど、まだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年、カムロ町。東条会を手中に収めんとする凶悪な極道、錦山明。無造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやがる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。島の竜、桐生一馬、キャッスルに散る。なんと、またしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ、上流、もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いませんで、本名は言うてくれんのです。へえ。次はあいつを桐生役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、
ある事件が起きていました。近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。彼の名は近江連合直参合流会二代目会長合田龍二。その夜神室町で合田龍二と桐生一馬、東西の龍が激突したと言われています。勝敗の行方は闇に葬られました。実は消えた合田龍二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると今夜この場所に。さあリングが上がっていきます。先ほど桐生一馬を下した戦士上龍が新たに堂島の龍を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。ジャパンだ。見た目だけはいい線いってたかな。あいつは
虎の意を狩るなんてなね、死んでもやんねえ。粋な出し物だったじゃねえの、シシド。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。見事なショーでしたな、桐生さん。ほんま、しびれましたわ。こっちは約束を果たした。さっさと教えろ。まあ、そう慌てんと。お祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたって、ええやないですか。この景色、どないです。きらびやか、ゴージャス。どん底におった俺には、眩しすぎる光の街や。15の時、俺は親に捨てられて、こことは別の闘技場にぶち込まれてました。解消なしで、借金まみれのおとんは、何でも金にしよるもんで。今頃はどっかでノータルジンドルやろな。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い、殺し合いさせられる毎日。鬼人会の消耗品ですわ。生き残るには強なるしかなかった。もっとも強なったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運、どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。ならお前にとって鬼人会は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分来やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけてくれた。まさに地獄に仏や。獅子堂いう名前は杯の時渡瀬の親父につけてもらった名前です。クソまみれの過去全部捨てて生まれ変わるために。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は堂島の竜や喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道。まばゆいばかりの人生を歩まれてきた。せやったらこそこそ死んだふりなんぞせんで堂々と名乗り出たらええ。花輪さんのことも大道寺のことも全部忘れて好き放題やりましょう。桐生一馬よみがえらせて俺らともう一花咲かせましょうや。あんたかてほんまはそれを望んでるはずですな。あせやろうか。そんなもんちっとも望んじゃいねえよ。ああ、もうお前のおしゃべりには十分付き合った。どうしても続きが話してんなら花輪を返してからにしろ。
そもそも話す相手を間違えている。俺は桐生一馬じゃねえ。頑固なお人やな。それとも大道寺のしつけがよほど身に染み込んどるんか。どうやったらそこまで飼いならされるんです。さっさと花輪の居場所を教えろ。これ以上時間を無駄にしたくねえ。さいですか。しゃあないな。約束は約束や。花輪さんは蒼天堀の一角に監禁されております。第三並木ビルっちゅうのを鶴野の頭がアジトにしてましてね。そこであんたを持ちかねや。組でもえりすぐりの兵隊たちと一緒にな。おとなしく花輪を返す気はねえってことか。親父も頭もあんたに力借りたい言うてるんや。せやけど頭、これを最後の交渉にするつもりです。あんたにはこんな風に言いつかっとります。花輪さんを取り返したければ力ずくでどうぞ。お前は？あんたとやり合うときは試合明けのハンディ抜きやないと。後で言い訳にされてもつまらんしな。ならせいぜい首を洗って待ってろ。花輪を助けたらあいつがやられた分だけきっちり返しに行く。楽しみにしてます。あんたは俺の獲物や。頭にやられんでくださいよ。よー、待っとったで。ご褒美はどんなんやった？うちかてここまで世話したんや。ちょっとお裾分けしても罰は当たらんのと違う？何も受け取ってねえ。それより蒼天堀に戻る。え？なんで？ほんまにご褒美なし？話はヘリの中でしてやる。とにかくすぐにここを出るんだ。わかった。なんやシリアスやな。そしたら準備させるから先にヘリポート行ってるわ。上流も準備できたらすぐ来や。いらっしゃいませ。ああ。
いらっしゃいませ。どうも、はじめまして、心です。今日は楽しんでってくださいね。ああ、楽しませてもらう。はい、よろしくお願いいたします。楽しんでいってくださいね。次、どうします？お願いします。ほな、楽しみましょう。上流さんってめっちゃいい体してますよね。なんかやってはるんですか？圧巻と喧嘩をしてる。実践で鍛えてるってことですか？見せ金じゃないんや。すごい。上流さんはどんな人がタイプなんですか？ちなみに私はゴリラが大好きなんです。ゴリラみたいな男が好きなのか？そうですね、本物のゴリラも大好きなんですけど、人間もゴリラみたいにマッチョな人がタイプです。また遊びにいらしてくださいね。いらっしゃいませ。ああ、いらっしゃいませ。はじめまして、アイです。今日は楽しんでってくださいね。ああ、よろしくな。なんだか気が合いそう。よろしくね。何頼みます？こっちお願いします。今日は楽しもう。最近ね、海外に移住する友達多くて、マレーシアとかシンガポールとか。私も行っちゃおうかな。なら俺も同行しよう。上流さんが一緒だったら海外でも安心だね。暇になるとついついスマホ触ってダラダラしちゃうんだけど、そういうのってよくないよね。ついつい触ってしまうな。やっぱりやっちゃうよね、疲れてる時とか特に。
緒に嬉しい。私、上流さんのこと結構タイプかも。お客さんとしてじゃなくって異性として見てもいい？俺はとっくにそのつもりだ。そうだったの？嬉しいな。じゃあ両思いだね。じゃあね、また来てね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。次どうします？お願いします。ほな、楽しみましょ。私、年々結婚願望強くなってるんですけど、上流さんは結婚願望とかあったりしますか？お前となら考えてもいい。ああ、めっちゃ大胆なアプローチ。でもそれって私が上流さんのタイプってことでいいんですよね？私普段ほとんどメイクしないんですよ。ずっとすっぴんで過ごしてます。肌に良さそうだな。プルプルやで。触ってみます？上流さんって人生経験豊富そうですよね。今までやったことで一番大きいことって何ですか？これからやるつもりだ。それは失礼しました。今も向上心の塊とは、上流さんのその姿勢見習わせていただきます。また来てくださいね。
支度すんだ。オッケー。キャッスルにはまた好きな時に来れるからな。言うてくれたらすぐヘリ飛ばしたるわ。あんたはもう闘技場のスターやしな。ほな、蒼天堀に戻んで。上流。上流。助かったわ。
く寝てろ。今俺のこと睨んだな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。
ですよ。よし、歌おうか。とことんやってやるぜ。
手間取らせよ。
手間取らせ。こっちの要件は分かってるはずだ。花輪はどこにいる？最上階で頭と一緒におりますわ。けどあんたにはまずこいつらが失礼のないようしっかりおもてなししますんで。バットと鉄パイプでか。せっかくだが本気で俺をもてなしてんなら数が少なすぎる。おもろいの大口叩きよる。わしらにしてみたら頭はあんたを買いかぶりすぎや思いますわ。義龍さん、口喧嘩で勝つつもりはねえ。せめてそれぐらいはお前らに譲ってやる。その前にわしらへの挑戦権手にしてもらおうか。こいつら倒せんようじゃ話にならんさかいの。おう、わしらに気使うことはない。お前らで始末つけて構えへんで。いつでもいいぜ。来い。さすがやの。そやけどここでしまいや。
兄貴をやったやつや。お前ら行くぜ。次は逃がさへんで。叩き潰したね。
の。せやけど、そろそろおねんねの時間や。早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。鶴野、ずいぶん花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたら、こんな痛い思いせんですぐあの家へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっちり落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道士に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にできん。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ鶴野。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねんだぞ。ほなしゃあないな。よし行くぜ。やってるれ。ふっしゃあ。へい。
あなた一人で助けに来てくれたんですか。言いにくい話なんだがよ他にあんたを助けようってやつはいなかったんだ。まったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね最高です。鶴野、聞きたいことは山ほどあるが、まずはっきりさせときて、お前らのバックにいるのは本当に渡瀬なのか。まだそこから疑われとったんですか。用心深いことで。俺は正真正銘渡瀬組の頭や、親父からはこう言われてました。今こそ桐生さんの力が必要やと。近江連合と、それから東条会のために。東条会のため、どういうことだ。あんたにとっても無関係な話しちゃいます。せやけど部外者のおるとこでは話せん。部外者、それはご挨拶ですね。ここまで痛めつけておいて、まだ私を部外者と。やったのは全部獅子堂やったやろ。俺は止めんかっただけや、はあ、これだからヤクザ嫌いですよ。まあわかりました。何にせよ一旦場所を変えましょう。蒼天堀にもいくつか大道寺のアジトがあります。今度は私が聞く番ですが、覚悟してくださいよ鶴野さん。誰かがあなたを痛めつけても私だって止めません。それでお相手ですもんね。桐生さん、これが正真正銘最後のチャンスや。うん。大道寺の首は外すんやったら、そいつの口を塞ぐんや、今ここで。そしたら後のケツは俺と親父で持ちます。この先一生そんな奴らの言いなりでっか。そんなんが堂島の竜と呼ばれた男の末路かいな。お前らは俺に何をやらせたいんだ。それは近江連合と東条会、この二つを解散さすんです。うちの親父と東条会の六代目堂島大吾、二人の共同宣言って何。そんためにあんたの力が必要やと親父はそう言うてる。どういうことなんです。親父が来月出所を控えてるのはご存知で。そういえばそのくらいのはずでしたね。無所を出たら近江の本部で大阪中の組員に迎えられます。そこであの人は警察に当てて近江連合の解散を宣言する。今潜伏中の東条会の幹部たちも来る手はずや。そんで両組織の同時解散を宣言する。渡瀬がそれを望んでるのか。大吾たちも。だがなんで。もう
極道の実態は暴対法の包囲網でニッチもサッチもいかん。末端の組員が一人暴走しただけでトップがパクられる。使用者責任や言うてな。実際うちの親父も今それで無所におる。警察や政治家の人睨みで檻に放り込まれるんや。いずれ極道の大門は奴隷の証と変わらんようになるな。だからそうなる前に組の解散。そうです。群れごと首をはめられたら最後。それはもう二度と外せん。極道たちはみんな歯向かうことも逃げることもできずに先細って終わるだけや。東条会の六代目も同じ考えを同じ時期に持ったけど、何万にも膨れ上がった組織を一斉に解散させるとなれば大荒れや。反対する奴らも山ほど出てくる。日本一でかい大門ショット極道たちがや、到底抑えきれるもんやない。ただ伝説の竜と呼ばれるような男がおったら少しは話変わるかもな。おあいにくですが、桐生一馬はもう亡くなっています。そうですね、上流。それともやはり私の口を塞いで鶴野さんに乗りますか。もしあなたがその気なら私には止めようがない。約束します、桐生さん。近江連合最後の仕事や。大道寺出し抜いてあんたをもう一遍死んだことにします。そしたらあんたは自分の人生を取り戻せる。悪い話じゃないでしょう。沖縄の子供たちともまた会えるように。うるせえ、もう黙れ。キリュウさん、花輪を殺すなんざ問題外だ。お前の話に乗る気もねえ。それと二度と子供たちのことを口にすんな。あいつらは俺たちと何の関係もねえ。花はこいつで大道寺に無事を知らせろ。それでもうこの話はしまいだ。ええんでっか、ほんまに。いつか必ず後悔しますせ、桐生さん。もう黙れと言ったはずだ。鶴野にはしばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ。あなたは少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所はまた後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが一応聞いておいてもいいですか。うん。さっきの状況では鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消してもまず表に出ないでしょう。すると渡瀬組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。なのになぜ助けてくれたんです。俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために
他の誰かを死なせらんねえだろう。さすが伝説の極道、一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたか。ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてゆっくり休んでください。わかった。ただ今さらですが、くれぐれも人目を引かないように。ここは近江連合のお膝元です。あなたの顔を知る人間も多いでしょうから。お願いします。お、ああ、ポケさんやる。